不器用なままで
改めまして月乃です。よろしくお願いします。本来であったら4月にレコ発っていう CD を発売するライブを行う予定だったんですけども、今こういう形でオンラインっていう形になって、まあ、コロナの影響もあってちょっと時間は空いてしまったんですけど、こうやって自分たちの音楽を配信できるこの機会に本当に感謝しています。配信見てくださってありがとうございます。まあ、1曲目に演奏したプリズムっていう曲で、自分たちが初めてのこうレコーディング、初めてこう CD というもので人に販売するっていうことをやろうと思ってたんですけども、まあ、今コロナの影響でこうなってしまって、はい、こうはい、はい、オンラインでできることに本当に、まあ、同じことしか言ってない感謝してます。最後まで本当に、まあ、画面の前かもしれなくてわーって騒げないと思うんですけども、自分たちも楽しんで頑張るので最後まで楽しんでください。これからもよろしくお願いします。次の曲はなんか本当に憂鬱な時に何かいいことないかなっていう風に作った曲で、そういったメッセージであったり、まあちょっと気だるさっていうかそういうのも表現した曲なので聞いてください。何かいいこと。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。4曲続けてきましたが、次がね最後の曲っていうことで、なんかこういった形で配信するのが本当に初めてで、4人でこうやって向き合って撮影するっていうのも初めてで、ね、ライブ中でさ、マナミと向き合ったの初めてじゃない？マナミが一歩前に向いちゃってるから。はい。いや、そう、ね、そうだね。そうね、まあ歌ってる、ね、歌ってる時にみんなが見えるのってすごい、なんかすごい新鮮だし、安心するなっていう思うね。なんかすごい新しい、ね、こういったいいねいいね。で、そうですね、まあ自分たちも初めてだし、今コロナっていうこの状況も見てる皆さんも本当に初めてのことだと思います。で、まあ自分たちもずっと集まれずに、バンド4人で集まんないとやっぱ音合わせられないけど、それができないっていう状況が何ヶ月も続いて、まあ、その中で、まあ、新しい取り組みっていうか、新しいこととしてオンラインで曲を作ってみようっていうことで、それも初めて自分たちで作りました。でちょっとね、この、まあ、人生の何ですか、分岐点というか、そういうところにいたメンバーもいて、まあ、その中でそれとコロナが重なってとか、まあ、いろんな気持ちが重なって、ちょっとそれを曲にしてみました。まあ、これからどうなるかわからないし、世の中は進むかどうかもわからないけど、自分たちは本当に自分たちができる音楽の形、月の輪の形っていうので動き続けていきたいなって思っています。はい、それでは最後に一曲聴いてください。傘。答えの先でも過ちを犯す。